夢希望勝ち取った仕事全身が絶対諦めか実行思い出すんだ探すんだ今一度なんだっけな俺のミッション君は将来何になりたい生きてる意味ってのを知りたい人のために必死になりたいそれば見つかるオリジナルでかい未来どうせならカッコつけたいな挑戦って言葉がテーマ当然落ちるジレンマビビらずに行くんだ貧困の子供たちに何か一つ希望を大きく人生も変わるぐらいのことをやっていきたいなと写真に写る笑顔ならあなたという始まりました地球ドキュメントミッション司会のサヘルローズです土井かなえですさて本日のミッション発表してくださるのはこの方です堀尾さんお5、6、7、8おということで、はい、今日のミッションは貧困脱出へのキックオフそんな子どもたちが目を輝かせて熱中する遊びがあります。ストリートサッカーです。ワールドカップが開催された今年モンゴルでもサッカー人気が急上昇次々とチームが誕生しています。今回のミッションチャレンジャーは子どもたちとストリートサッカーをしているこの若者森本隆さん31歳サッカーで子どもたちを貧困から救い出したいと考えています。森本さんはモンゴルの少年サッカーチームの会長暇さえあれば貧しい地区を訪ね才能のある子どもを探しています。ベストプレイヤーチニーネルキンベチニーキンベイゴヤカミングフォーユーヤポンフンエンドヤポンフンブルフンブキンサムリッチオクボエンドベリグッドワールドカップスクワッドゴールほかの子には日本のサッカークラブのステッカーをプレゼント。マルガシ、オッケー、ザ、マルタ、マルタ。はい。こうやってサッカーするとみんな楽しそうにプレーしてるじゃないですか。その貧困でやっぱりその日々厳しい生活してると思うんですけれども、そういう子どもたちに笑顔を。プロになれんの人としては1人か2人、そしたらゼロかもしれないんですけど、そうやって人生の希望っていうか与えていきたいですね。午前9時森本さんがやってきたのはモンゴルでただ一つの人工芝のサッカー場8年前世界ランキングの最下位クラスで低迷するサッカーを強化しようとサッカー協会が作りました。この立派なグラウンドで森本さんのチームの選手たちは週に5日毎日2時間練習しています。FC デレン墨田森本さんの出身地墨田区にちなんで名付けました。選手は5歳から12歳まで総勢20人、その半数近くは森本さんが貧困地区でスカウトしてきた子どもたちです。森本さんは将来このチームから世界に通用するプロを生み出すと宣言しています。将来のモンゴル代表選手たくさん輩出していってそのプロ選手も育成してモンゴルにデレン・スミダありってのをヨーロッパの人アジア中の人世界中の人に広めていきたいなってのもあるんで。実は森本さんの本業はサッカージャーナリスト。アフリカなどサッカーの強い開発途上の国々を
数多く取材してきました。森本さん、こんにちは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの、今はどちらにいらっしゃいますか？今は東京の自宅におります。 あのすっかりいい具合にあの焦げてらっしゃるんですけれども焦げてらっしゃる、焼けてらっしゃる、焼けてらっしゃるんですけれどもすごくいい色ですよ。いや、意外とモンゴルって日差しが強いので、はい、サッカーの練習で外にいると自然と色が変わってきますね、うん、でも言葉も通じないところに行って、うん、ルールなどを教えるのも結構大変だったでしょう。そうなんですね。オフサイドとか、うん、あとスローインのやり方も知らなくて、うん、そう考えるとすごく上達しましたよね。いや、 やっぱりあれ子どもたちが真面目にやってくれてるからだと思いますね。でも実際にそのモンゴルの子どもたちの貧困の姿も見たわけですよね、森本さんは。まあ、ビルギーの家庭は、まあ、裕福ではないということはあの事前に聞いていたんですけれども、ちょっと正直ここに人が住めるのかっていうくらいの環境でしたね。経済的に厳しい家庭の子どもに対してどう援助というかどうやっていけばいいのか、はい、まさにその解決策として、素敵な方をお呼びしております。このままではモンゴルでしか通用しない井の中の蛙になってしまう。森本さんはチームの意識を改革する大胆な行動に打って出ました。スウェーデンで毎年開かれる少年サッカーの世界大会への出場を決めたのです。参加する18カ国のチームにはプロを目指す選手が大勢います。世界のレベルの高さを実感させるのが狙いです。7割以上の子供がプロになりたいって言ったけど、今は多分漠然としたものなんで、それをちょっと現実を知ってもらう。ここでもう本当に悔しさを味わって、そこから這い上がるところを見せてもらいたいですね。デレン・スミダの子どもたちの多くは旅行をするのも初めてです。スウェーデンの滞在費は大会の主催者が出してくれますが、旅費は森本さんの負担になります。チーム全員の航空券代はおよそ200万円です。グラウンド行って子どもたちの笑顔を見ると、ああよかったなって思う反面、通帳を見るとって感じがして、口座は通帳見たくないですよね。大会の2週間前、森本さんは久々に東京に戻ってきました。救いの女神が現れたのです。あ、間に合いました。ありがとうございますちょ中身見させていただいて、はい、いいです。これはなんか素晴らしくないですか。段ボールの中には白いユニフォームが20着、実は大会の参加条件になっている揃いのユニフォームをスポーツ用品のメーカーが無償で提供してくれたのです。まあ、よく聞いたら自分で金出して自分で私がお金を出して連れて行きますと、まあ、そこまでまあ思ってやってはるんやったら、まあ本気やなと。これで準備は万端。セミセン、アルダガラガハスビテギアイザヨ。いよいよ世界のヒノキ舞台に上がったデレン・スミダ。これから1ヶ月17試合を戦います。セレムチテオーケーバトカー。初ゴールは惜しくもならず。期待のダライ君、懸命にピッチを走ります。オーケーオーケー、ダライちゃん。そして後半10分、シュッシュッシュッ、ダライちゃん、ダライ君見事なゴールです。一方ビルギー君は出番なし。
海外遠征初日の結果は1対0、幸先の良いスタートを切りました。しかし2試合目、チームは世界の壁を痛感します。体格で劣るモンゴルの子どもたちは完全に当たり負けしてしまいます。そうっす、あ、どっか期待のダライ君もパスパスパス通用しません。後半7分、ビルギー君の出番がやってきました。しかしぎこちないプレーでミスを連発、せっかくもらったチャンスを生かせません。ビルギー、ビルギー、ビルギー。次の相手はプロチームと練習を積んできた、いわばプロの予備軍です。同じ年頃ですが体格は段違い。スピードもテクニックも実力の差は歴然としています。デレン・スミダ、次々とゴールを決められます。森本さんもあまりのレベルの差に唖然とするほかありません。でもそれこそが今回の遠征の狙いです。結果は5対0で完敗。森本さんは惨敗の悔しさをバネにしてほしいと思ったのです。I know some of you are not so happy because you didn't play. If you want to play well, just play. If you want to play for a long time, just play well. ダライ君とビルギー君、サッカーをやって初めて味わった屈辱でした。俺やっぱり負けて悔しいと思ってるんで、それすごい重要だと思いますよ。今後頑張っていこうって思う気持ちが、ただ遊びに来たんじゃないんだっていうのは、甘くないってことを知ったわけだし。この日練習を終えた森本さんはビルギー君とチームメートを連れて夕食に出かけました。もっとコミュニケーションを取りたいと、子どもたちからモンゴル語を教えてもらうことにしたのです。오스바에가요오스바에가요오스오스오스바가요바가요와오스바가요몽골힐히츠이베아몽골힐히츠이바인몽골의맞으시고동어たち니サッカーを通して夢と希望を与えたい。森本さんの挑戦は続きます。あなたのミッションは何ですか？一人一人の足跡を